まにステロイドの副作用が怖いから薄く塗ってますって方がいらっしゃいますが、強弱は薬の塗り方ではなくランクでつけるものなので、これは間違った塗り方です。皆さんこんにちは、皮膚科医の玉木由紀です。今日お話しする内容は、ステロイドの巷で言われている噂について。ステロイドってどんな種類があるの？体にもらったステロイドを顔につけてもいいのか、どのくらいの量を塗るのが適切なのか、保湿剤と混ぜて処方されると効果が落ちるのか、緑内障になりやすいのか、副作用、どうしたら副作用を減らせるのかについて皆さんにお話をさせていただきます。最後までご覧いただきますと、ステロイドについて詳しくなれると思います。このチャンネルではニキビ跡、様々な皮膚トラブルでお悩みな患者さんに正しい知識を世の中に広げるため、現役皮膚科医の玉木由紀がお送りします。綺麗な肌を目指して、皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。皆さんはステロイドの塗り薬ってどのようなイメージをお持ちでしょうか？ステロイドは湿疹の治療で皮膚科でよく処方されますし、アトピー性皮膚炎の治療のガイドラインでも最も重要な薬に位置づけられています。このようにとても効果がある薬なんですが、 SNS で誤った情報が発信されてしまったり、間違った使い方をされてしまい、ステロイドは怖いから使いたくないという方がいらっしゃいます。でも怖いからといって少ししか使わなかったり、すぐに塗るのをやめてしまうと十分な効果が得られないので、安全に効果的に使っていただくために、一度ステロイドについてちゃんと説明しようと思います。ステロイドは適切に使っていただければ、副作用をほとんど気にせず効果を最大限に引き出せるとてもいい薬です。日本では強い順にストロンゲスト、ベリーストロング、ストロング、ミディア、ウィークの5つのランクに分類されています。主に血管収縮作用の強さによって分類されています。最も強いストロンゲスト、とても強いベリーストロングは医師の診察がないと処方できない薬になりますが、強いストロング、普通のミディアム、弱いウィークのランクのステロイドに関しては市販のステロイドにも含まれます。ただ薬のランクが症状に見合ったものでないと効果がないので、市販のものを購入する場合は薬剤師さんに相談してから購入するようになさってくださいね。体の場所によってステロイドの吸収率が違います。同じお薬を使っても塗る場所によって皮膚からの吸収のしやすさに差があるので、吸収率を考えて薬のランクを考える必要があります。腕の薬の吸収のしやすさを1とすると、顔は13倍、陰部はなんと42倍も薬の吸収率がいいんです。このように薬が吸収されやすくて副作用が出やすい部位の使用は1ランク弱いステロイドを使わなければいけません。他にもお子さんは皮膚が薄いので、大人よりもランクを下げて処方する場合が多いです。どのくらい塗るのが適切なのかしら、これも診察室で患者さんからよくご質問を受けるんですが、大体の方が間違った塗り方をされています。これではせっかく病院に来てお薬をもらったのに効果がありません。人差し指の指先から第一関節まで軟膏を出すと大体 0.5g 出ます。これが大人の手のひら2枚分塗る量です。もっとわかりやすく言うと、ティッシュペーパーを上から垂らした時にピタッと張り付くぐらいが適量です。皆さんこのぐらい塗れてますか？たまにステロイドの副作用が怖いから薄く塗ってますって方がいらっしゃいますが、強弱は薬の塗り方ではなくランクでつけるものなので、これは間違った塗り方です。薄く塗ると効果が十分に出なくて、いつまで経っても治らないので、治るまでの時間が無駄に長くなってしまいます。皆さんもここのところをしっかり頭に入れておいてくださいね。ステロイドを保湿剤と混ぜると薄まるから副作用も少ないの？この質問もよく受けるんですが、これは誤解です。ステロイドを保湿剤に混ぜると薄めたように感じるかもしれませんが、
効果や副作用は変わらないことが知られています。数十倍まで薄めればさすがに弱まりますが、代替ステロールと保湿剤は1対1で混ぜることが多いので、効果が少なくなったり副作用が少なくなるということはありません。じゃあどうしてよく混ぜて処方しているのかっていうと、軟膏がちっちゃくて塗りづらいんですよ。なので体全体に湿疹がある方が塗りやすいように混ぜて処方しているだけなんです。しかも保湿剤と混ぜてしまうと、しばらく時間が経つと薬の安定性に影響が出てきてしまうので、だいたい4週間ぐらいすると活性が落ちてきて効きにくくなることが多いです。なので混ぜて処方をもらっている方は早めに薬を取りに行ってくださいね。目の周りにステロイドを塗り続けていると眼圧が上がって緑内障を発症するリスクはあります。なので目の周りの湿疹を繰り返す場合は、一時的にステロイドを使って良くなったらステロイド以外の薬に切り替えるということをよくします。内服のステロイドの場合は当然塗り薬よりも副作用が多いです。飲み始めから高血糖、高血圧、胃腸症状、感染症になりやすいなどなどいっぱいあります。それに対して塗り薬の場合、全身の副作用は少ないですが、薬を塗ったところの皮膚の免疫力が低下して、その部分に細菌、カビ、ウイルスがついてニキビができやすくはなります。あと顔は体に比べると薬の吸収がいいので、長い間強いステロイドをつけると血管が浮いてきて赤みが取れなくなったりとか、皮膚が薄くなるっていうことがあります。でもこの副作用は正しい期間、お薬を休む期間を作りながら適度な強さの薬を使うことで、こういった皮膚が薄くなるとかいうことは避けることはできます。たまにこのような症状の方を拝見しますので、その時はステロイド以外の塗り薬をご提案します。他にはステロイドの血管収縮作用により一過性に皮膚が白くなったり、ステロイドによる視差や毛深くなるとかもありますし、水イボやウイルス性の病気に使うと悪化します。まずステロイドの副作用について間違っている部分をしっかり確認してみてください。基本的にはステロイドの副作用は一時的なもので、むやみに怖がらなくても大丈夫です。先ほどもお話しさせていただきましたが、湿疹を長引かせてしまうと色素沈着といって皮膚が黒くなりますので、噂になっているデマとは逆に早めにステロイドを使うことで黒くなるのを防ぐことができて、そこは大切です。あとは湿疹の強さに応じてステロイドのランクを変える必要があります。ちょっとした湿疹に強いステロイドを使う必要はありません。逆に湿疹を繰り返してしまう場合は、湿疹が消えたように見えてもまだ炎症の火種がくすぶっていることがあります。そんな時はプロアクティブ療法といって、綺麗に治ったかなという皮膚にも少し弱めのステロイドを週に 2,3 回塗り続けて、再び湿疹が出てくるのを防ぎます。メンテナンスのためにステロイド以外の保湿クリームやプロトピック、コレクチム、モイジェルトなどのステロイドではない他の薬に切り替えるということもあります。一番大事なことはご自身の判断で塗る量ややめるタイミングを決めないことです。皮膚科でも当然ステロイドは使いますが、ステロイドは使いたくないという患者さんに当然無理強いはしません。どうして使いたくないのかをお伺いして、ステロイドではない他の治療をご提案して治療をしますので、使いたくない方は遠慮なく主治医の先生におっしゃってくださいね。綺麗な肌を目指して、皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。ということで今日はステロイドについて、ステロイドってどんな種類があるの、体にもらったステロイドを顔につけてもいいのか、どのくらいの量を塗るのが適切なのか、保湿剤と混ぜて処方されると効果が落ちるのか、緑内障になりやすいのか、副作用について皆さんにお話をさせていただきました。いかがでしょうか。ステロイドについて詳しくなれましたでしょうか。このチャンネルでは綺麗な肌を目指す方へ、皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決しています。今回の動画が少しでも役に立ったなという方は、コメントや高評価ボタンを押していただけると今後の動画配信の励みになりますので、とても嬉しいです。次回はアトピー性皮膚炎についてお話をします。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは綺麗な肌を目指す方へ、皮膚科医が肌のトラブルのお悩みを解決しています。コメントや
高評価ボタンを押していただけると今後の動画更新の励みになるのでとても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。